松川松川は、富山県富山市を流れる河川である。富山市を流れる四谷川と平川が、富山市西田地方付近で合流して、松川となり、富山市磯部町で佐野川を合流し北西へ流れる。神津川に並走しながら、東に向きを変え、富山県警察本部、富山県庁舎、富山県民会館、富山市役所の南側を流れ、 富山市桜橋通りと富山市牧町の境界で、伊達川に交流する。松川はかつて神通川の本流が、富山市中心部を蛇行して流れていた後であることが、知られている。そのため現在でも、神通川からの水が流れていると思われがちだが、実際には異なっており、支流の四津谷川、日屋川、佐野川はいずれも、上岸寺川水系である。 神通川に接近する付近には松川放水門が設けられ、松川の水を神通川に排出している。放水門の南側には松川船通し水門が設けられて、小型の船が神通川と松川を行き来できる設備となっている。かつて神通川は富山城下やその後の富山市の中心部を蛇行して流れており、たびたび氾濫して被害が甚大であった。明治時代に、 ようやく神津川の改修が行われ本流は富山市の西部を直線的に流れるように流れが変えられた。その後、富山市の都市計画により元の本流は埋め立てられて平地ができ、そこに現在の県庁や市庁舎などが建設された。その結果、川幅は狭まって現在の松川となった。改修後に周辺の松並木にちなんで松川と呼んだのが、 松川の始まりである。現在は松に代わって桜が植えられている。周辺には桜橋通り、桜町、新桜町、桜木町のように桜のついた町名が多い。江戸時代には神通川に船橋と呼ばれる船を何層も横に繋いでその上に板を渡した橋が架けられていたため、松川沿いには現在も同名の橋が架かり、町名としても残っている。 松川遊覧船、宮本明の小説ホタル川の舞台となっている。1987年に映画化。月間グッドラックと山2009年5月号、P26 県は1901年1月より、派生越線工事を開始、1903年5月に完成。大正時代に入ると、川の流れは大部分が派生越線に流れ、旧川には、 右岸側にわずかに流れが残るだけとなり、1921年、旧川を締め切り、これにより広大な廃川地となった。埋め立てには、富山市の都市計画の一環として1930年から、建設が始まった富岩運河の掘削から出た大量の土砂が使われ、一石二鳥の計画であった。ありがとうございます。